シーズンもう久しぶりに海外から戻ってきて、日本で日本のプレミアリーグをしたんですけど、個人的にもチームとしてもやっぱ反省点というかの悔しい思いが残る部分がすごく多かったので、そこをしっかり反省してまた来年のプレミアリーグにつなげてくればいいなと思ってます。できるだけいろんな選手と、やっぱ今メンバーが多いので、もう若い選手だったり初めての選手も多いので、できるだけたくさんの選手とコミュニケーションを普段から取ろうとは心がけてます。どこだろう特にどこか1チームっていうのはないですけど、でもどのチームも今本当に速いバレーをしていますし、去年世界バレーを優勝したアメリカも本当に速いバレーをしているので、そういう相手と戦ってもしっかり自分たちの良さを出せるようなチームにしたいなとは思います。やりたい。